ないです。おすすめです。バスが出なかったらもうママ泣いちゃうんだけど。バス出なかったら俺走って買ってくる。あ、重い、重すぎる。はい、まだある、まだある。はい、はい、はい、来てこれね。なっちゃったよ。はい、今日ねコストコに行ってきました。いつもねコストコの動画ね、皆さんリクエストいただけるので結構ね行ってるんですけど、1ぐらい行ってるね最近。なのでね、今回もね、ご紹介したいと思います。さあね、ちょっとね、今日ね、もう夜遅いので、チューたちもね、お風呂入れたり、ご飯食べたりとか、いろいろしたいので、はい、じゃあこれね、これね、これ楽しみなやつね。明日ね、また改めて紹介したいと思います。はい、じゃあ、はい、明日、はい、コストコの商品、買ってきましたー。昨日ね、帰ってきて、疲れちゃったので、翌日になりましたが、今回もね、コストコで買った商品をご紹介したいなと思います。うん、今回はですね、合計で4万円ぐらい買いました。4万円ですよ。いつもより少ないけど普通に考えたら多いっていうね。昨日も言いましたけど、お恥ずかしいことについにですね、会員をアップグレードしました。はい、今回のレシートがこちらでございますが、しっかりね、アップグレードしました。レジのお姉さんに言われちゃったもんね。あ、こちらでしたら、ちょっともうアップグレードしていただいたら断然お得ですよって言われちゃって、あ、じゃあ、どうしますみたいな感じで伝えました。プレイバッグもね、新たに追加したということでございますが、早速商品の方を紹介していきたいと思います。まずですね、こちら、今ね、この子たちが夢中になって遊んでいるのが、これ前回買ったやつなんですけれども、ビッキーのステッカーブックですね。これをもうめちゃくちゃ遊んでも、なんかもう破いてちぎっていろいろやっちゃったので、シールもね少なくなってきたので、新しいのを買おうと思って新しいの買いました。今度はこちらですね。はい、ちょっとみんなに見せていい？こちらのミッキー、またミッキーの、ステッカーブックなんですけども、これはですね、クラブハウスのマウスケツールですね。ミッキーマウスクラブハウスっていうのがね、ディズニープラスで見れるんですけれども、この子たちすっごいよく見るんで、たまにねつけてるんですけど、それのねシールブックがあったらね、もうこれ来たーと思って、もうね残り2個くらいしかなかったので、これ前回の時はなかったんだけどね、新しいのがあったので買っちゃいました。マウスケッツー、マウスケッツー、みんなのマウスケッツー、僕だよ。似てる？もう超似てる。じゃあ今回もね、冷凍冷蔵品からご紹介したいなと思います。昨日ね食べちゃったんですけど、このヤンニョム豚バラ焼き肉、2156円でございます。大体 1.8kg です。かなり多いで、そんなにね見た目ほど辛くなくて美味しかったです。これも食べちゃってるんですけど、昨日食べました。チキンケバブキットで1480円です。今日のね晩ご飯で食べるものをね先に紹介したいと思います。これどちらも新商品でーす。チキンケバブキット、自分で入れて食べるみたいな感じ。ソースが2種類、サンドが6枚入ってます。結構ボリューミーなんじゃないかなと思います。これをね温めて食べてみたいなと思います。でこちらがですね、ヤンニョムヤンニョム豚バラ焼肉でございます。これもね新商品で、こう味付けがしてある、まあ、焼肉、これを焼いて食べようと思います。めっちゃ美味しそうと思って、今日はこれをね食べてみたいなと思います。じゃあね、ケバブからいただきたいと思います。いただきます。うん、豪快だね。うん、美味しい。ちゃんと温めたね。ソースがね結構本格的です。なんていうの、もう向こうの感じ。ヨーグルトソースだからかな。ヨーグルトソースとこうダブルソースにしたんですけど、うん、めっちゃ美味しいです。スパイシーな感じ。ヤンニャムニム、ヤンニャム。色が辛そうだけど大丈夫かな。いただきます。うん、うん、思ったより辛くないです。美味しいです。めっちゃおすすめです。冷凍ですね。はい、うちがみんな大好き水餃子。これね子供もね食べられるので、ちっちゃいからねすごいねいいです。これねビリゴの商品めちゃくちゃ好きで、劇的リピート商品です。じゃあこちら、マカロンのセットですね。ちょっと潰れちゃったね。うん、24個入り潰れてたんだよちょっと、これ元から。それを買ったの、偉いね。これを買ったの。はい、まあね、ちょっとこれはね私がちょっと興味を持って
初めて買いました。豚ロース 1.6 キロです。ちょっとお肉欲しいなと思って、まあ何でも使える豚にしました。今回は重っ。こちらボイルホタテです。これもね結構持つので、なくなったらまた買うみたいな感じで、はい、これ結構、これもね、リピート商品ですね。結構買ってます。1キロだからね。次はこちら、桜鶏のね、いつもね、買うんですけれども、今回、鶏ささみしました。2.4 キロ、1878円です。最初はね、ひき肉から始まり、次は、胸肉を買って、今回は、ささみにしました。しかもね、これ、筋切りささみなので、調理もね、楽なんじゃないかなと思います。小分けにして冷凍します。こちら、トマトですね。超入ってるよ。こちら、エンジェルスイートというね、ミニトマトなんですけれども、楕円っぽい感じの形で、998円です。この量で998円は安いと思います、かなり。あと、ブルーベリーですね。イータンが、私がこれ食べたいわって。これ朝ね、ヨーグルトにかけて食べてすごい美味しかったんですけど、998円で、510g って書いてあります。安いよね、この量で。ブルーベリーとトマトは今回。ね、暑いな、うん、ちょっと今もうこの子たちがちょっと食べたそうにしてるので、朝ごはん食べたんだけどね、ちょっとパパに準備してもらおうかな。じゃあパパ準備するからおいで。できたよ。できた。はっ、あー、できたやったわー。すごい嬉しいね。結構な量だったよ。食べる人、食べる人。ママの上に座るっていう。はい、あー、じゃあね、ブルーベリーとトマトあげようと思います。座って、おしわりおしわり、足ありして、はい、板とかこれね。じゃあこの間に紹介いっぱいしちゃおう。はい、こちら椎茸 400g 548円です。これもでかい、肉すごいよね。こんなでっかい椎茸あんま見たことないってぐらいでかいですね。美味しそう、ステーキにしたら。次はこちらの芽キャベツですね。これ初めて、芽キャベツの中では大きめな気がする。でかくない？そうだね、ちょっと大きいね、うん。これスープとかにしたりとかさ、美味しいと思うんだよね、これからの季節。 680g 498円です。お次はこちらのチーズタッカルビですね。これね、あのこのシリーズいつも買うんですけど、ちょっと新しいのに挑戦ということで、安定の伊藤、安定の伊藤、このシリーズね、絶対美味しい。タッカルビが 400g とナチュラルチーズが 100g 入ってます。はい、次はこちら、久しぶりに買ったかな、はい、ピザです。めちゃくちゃでっかい。今回ね、パンチェッタとモッツァレラの方にしました。1498円でした。おっきいので綺麗に切って、一つずつラップで包んで冷凍して、食べたい時に温めるっていうのがね、めちゃくちゃおすすめなので、一気にはね食べられないし、でかいので、綺麗に切りたいと思います。毎回やってるからできるね。お次はこちらですね、カークランドのオーガニックトルティアチップス698円。こんなでかいのに、 1.13 キロって書いてある。これね、ジップロックに入れてね、保存しようかなと思うんですけど、まあなんかサルサソースもあったんだけど、私はケチャラーなのでケチャップがいいなと思って、ケチャップにつけてね食べたいなと思っています。中村屋のビーフカレーと辛さほとばしる麻婆豆腐、これはねもううちの定番ストックなので、もうね、いつどこで何が起きてもこれはね、あれば温めれば食べれるので。麻婆豆腐が1428円、カレーが1488円です。ストックでもう我が家の味方でございます。お次はこちらのオーガニックパンケーキミックス、これね気になってたんだよね、コストコの人気商品でね、結構気になってたんですけど、このねケースの中にミルクを入れて、そのまま振って、で、こうやればできるみたいな。で、詰め替えパックみたいなのが、2つ入ってるか、3回分ですね。オーガニックっていうのもいいなと思います。え？グッ、グッって言ってたよ。グッって言ったらグーフィーだからね。お次はこちら、オーガニックマリナラソースです。これをね、ショートパスタと混ぜて子供にもね食べさせております。前回のトマトバジルとちょっと変えてみました。こちらがちょっとだけ値段が高いです。1398円です。ついに買ってしまった。金の青汁、純国産大麦若葉 100% 青汁、176袋。私前回断食した時にですね、オーガニック青汁のリンゴ果汁入りの方を選んだんですけど、今回ね、もう本当に本格的な青汁を買いました。どんな味がするのか、やばそうですが、ちょっと野菜を取るという野菜不足の私のためです。はい、あとお次はこちらちょっと持ち上げるのも大変なんですけど、10キロのね、お米も買いました。秋田小鉢ですね、3198円です。もうほんと気持ちいい、ちょっと他のスーパーより安いって感じです。キャッ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 
ファイルどこにも行く。じゃあ早く終わらせてね、ジョンくん。はい、次出た。ユーハ。後ろから正解見たでしょ。見てない見てない、書いてないもん。正解でウーハーって言ったから。もう覚えたよ。グミサプリ新しいの買いました。今回ブルーベリーにしました。ちょっとね、初めてなんですけど、夜のなんか目に対していいって書いてあったよ。夜間の視力の維持を助けるって書いてあるし、あと皮膚とか粘膜の健康維持にいいって書いてあったので、これから冬の季節だから乾燥とかにね、こう備えていいんじゃないかなと思います。100デイズ200粒だね。3980円のところ1000円オフで2980円、安くなったので買いました。いいんじゃない、健康的になっていきましょう。なんか落としたけど大丈夫。ウッディーターもちょっとお眠かもしれん。お次はこちら、あいしょ、 100% ストレートリンゴジュースです。しかも2個、久しぶりにジュースを買いました。ストレートって書いてあったのでとてもいいかなと思ったので、濃縮還元じゃないのよこれ。飲めるんです、あとあなたが一緒に飲もうと思います。3.78 リットルが2本で1368円です。安いよね、1本750円ぐらい。てか冷蔵庫入るかな。入れるんだよ、1個ずつ入れる感じかな。開ける前はね、常温で。はい、次。はい、また買っちゃいました。必須シルコットですね、1828円です。アスクルよりちょっと安い。そうだね、アスクルより60ぐらい安かったから、いいなと思って。まあ毎回ですね、あれば買うって感じです。ない時もあるからねこれ。ティッシュですね、こちら648円です。で、あとこちらですね、お尻拭き900シートで2488円です。いつものあれがないって思ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、そうなんです、今回ですね、おむつはですね、アマゾンプライムデーで買いました。こちらです。なんかね、本当はね、あのお尻拭きもティッシュもプライムデーで買おうと思ってたんですけど、コストコに行って値段見てから考えようと思ったら、コストコで値段見てアマゾンプライムデーみたいな、売り切れてるみたいな感じで、お尻拭きもね、ティッシュも売り切れちゃってたんですよね。プライムデー恐るべしって感じです。で、旦那がね、アマゾンプライムデー好きすぎて、この前なんか深夜までずっとアマゾン見て、もう早く寝ないよみたいな感じだったんですけど、ね、ずっと見てたよね。4時まで4時まで見てた。かそれで売り切れてるって切ないよね、ちゃんと見てたのに。むつを買わなかったから、結構大きめの食材とかもいっぱい買えて、カートいっぱい買いました。そうだね、カートは1台で終わりました。あと最後これ、これが最後、今回の目玉商品こちら、ピクサーのファンパックでございます。これね、じゃあフィギュアが25種類のキャラクターが入っていて、かつね35個入ってるので、全部ね1つずつ出てくれればコンプリートできるはずなんですけど、35だからね。これはちょっとね、あのお楽しみ企画でちょっとねやろうかなと思います。はい、こちら2398円です。この子たちが、まあまあ見ての通りなんですけど、トイストーリーが大好き、大好きっていうか、まあバズが好きになった、あのね、これですね、あの例のこれでバズが好きになって、ディズニーランド行ったらトイストーリーのグッズがあればもうバン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 すごい好きだったので今回で買いました。私自身もピクサーすごい好きなので、この子たちにもね、こう見せて、それで英語も勉強してくれたらママバンバンザイだなーなんて思ってるんですけど、バズが出なかったらもうママ泣いちゃうんだけど、バズ出なかったら俺走って買ってくる。買いに追加で。はい、以上でございます。今回もね、そこそこ買っちゃいました。28点買いました。でね、エグゼクティブ会員とかにもなったりとかしたいので、結局はね、そこそこいいよね、買ってしまったんですけど、一つのね、楽しみみたいなところもあるので、まあいいでしょう。それではこの動画もぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー、よくバイバーイ、よくバイバーイ。それではこの動画を見ますグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。あ、帰ってきたよ、なんか持ってるし。ほら、バイバイしてる。あ、バイバイ来た。はい、バイバーイ。あ、バイバイしてきたの。あ、いつも来た。バイバーイ。あ、来た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 。バイバイして。かわいいわ。かわいいね、ポイズ。はい、これ、はい、もう一回かわいいやって。はい、かわいい。バイバイして。あ、バイバーイ、できたね。